ビビットバットスクワット青柳東也。ああとは何を話せばいい。 MC はいつもアキトに任せていたし、俺は話すのは得意じゃない。自分のこと。そうだな、わかった。小さい頃はクラシック音楽をやっていた。父に教わる形で二人の兄たちもやっていて、俺も当たり前のようにピアノやバイオリンを教わった。今となっては昔のことだな。中学に入ってからは触れることもなくなった。ちょうどその頃、俺はクラシックとは違う音楽をやろうと思って、よく気晴らしに行っていたゲームセンター近くの通りで歌い始めた。そこがビビットストリートだった。もともと演奏をしたり歌を歌ったりしている人たちを見かけていたから、それを真似しただけなんだが、そのおかげでアキトに会えた。ケンさんのことやラッドウィーケンドのことも知った。それにこの街で生まれた音楽やたくさんのミュージシャンのことも、それからこの街で歌うことの意味をアキトに教えてもらった。今ではアキトだけじゃなく、あずさわや白石という仲間もできて、4人で同じ夢に向かって歩き出せた。いつか今の自分を誇れるようになれたらいいと思う。いや、今ので終わったつもりだったんだが、ライブを楽しんでほしいとか、そういったことはお前や白石が言うだろうし。そうだな、本番では全所しよう。